チャンネルじゃあ、さあ、ということで、朝からね、えー、ニュースが入ってきました。えー、日刊スポーツによるとですね、えー、中田翔、異例の対談と、えー、残り2年契約を破棄して、自ら自由契約。 出場機会を求め、オプトアウトの権利を行使というところで、昨日もね、山川の動画でちょっと言いましたけどね、FA しなかったと。まあ、やっぱり年俸がね、高いっていうところで、そこからね、動くっていう他球団、ちょっと消極的だったのかなっていうところで、まあ、なかなかね、この FA での移籍っていうことを考えると、まあ、年俸がネックになってね、なかなか難しいっていうところで、まあ、中田本人はね、昨年、まあ、3年契約を え、結んだ,んだんだけども、ジャイアンツとね、それを破棄できるオプトアウトの権利をえー行使と、え、これはね、その契約の中に、まあ盛り込んでたっていうね、ところがあって、まあ FA でもなくね、その3年契約を、まあもう辞退するってことだね、簡単に言えばね。で、それで自由契約を選んで他球団への移籍を目指すっていうね。まあ今年92試合出場でね、打率2割5分5厘、ホームラン15本、37打点。 で、まあね、いろいろ肉離れとかいろいろもありながら、あとは坂本がね、サードにコンバートしたことによって岡本がファーストになってね、まあ中田翔子を押し出される形でスタメンが減少と。で、えー、21試合の代打出場っていうのがまあキャリアサイトだったっていうところで、まあ中田本人がね、10月の周期練習では野球人生1回きりですし、あと10年できるわけでもないと。野球人生を全うして、 え、終わりたい、え、気持ちが強い。え、DH でも守備につくでも試合に出たいという気持ちが強いというね。だから代打ではなくレギュラーとしての強いこだわりと。だからまあそこからね、え、移籍っていうことを考えてね、オプトアウトと。まあオプトアウトとは長期契約の途中でも選手が契約内容を見直すことができる条項と。で、設定した成績を残したり、え、年数を経過すればより高い条件で契約を結び直したり、自由契約となって他球団を交渉することもできるっていうね、 権利で。まあ、これがね、多分、日本球界初だと思うんだよね。まあ、ちょっとまだ声がね、あれなんで、皆さん聞く苦しいかと思いますけど、すいません。今はでもね、今、広島の監督の荒井ちゃん、あの、阪神からね、えー、自由契約になって、えー、カープに戻ったりね。あとは、あの、金子千尋とかね、オリックスを自由契約になって、日本ハムを選んだりとか、イバスさんとかもそうだね、中日を自由契約になって、あの、ジャイアンツ行ったりとか、 えー、いろんな選手がね、あのー、坂口とかもそうだったかな、オリックスのね、自由契約になってヤクルトに、えー、行ったりとか、これ今までの選手とはね、全くこの違うんだよね。今までの選手っていうのは、減額制限以上の定常されて、だから1億円以上の年俸だったら40%ダウン以上。 で、1億円未満の選手だったら25%ダウン以上の提示を契約交換の時にされると自由契約を選べるっていう権利があるんだよね。だから今挙げた選手たちっていうのは多くはその年俸で2億円だったのが1億円になります。1億円ダウンですというともうその40%ダウンを超えて50%ダウンになるからそれを飲むかもしくは自由契約になって移籍するかっていう権利を選べるっていうね。この減額制限のルールをもとに この自由契約を選んで移籍したっていう人は、えー、たくさん、えー、いるんだけど、それとは今回の件は全く違うんだよね。この中田の件で言うと、まあこのまま黙っとけばね、3年9億円だね。だからあと2年残すっていうところで、このままジャイアンツにいたら試合出ても出なくても、えー、6億円は、 必ず、もらえたっていうね、えー、ところになるけども、まあ、それをね、発揮して、えー、自由契約を選ぶっていうね、今までのね、さっき名前を挙げた選手とは全く違う方法で自由契約になったっていうね、これは誰でもできる、権利行使じゃないんだよね。やっぱり FA になって、もしくは FA で移籍して、そ複数年契約を結んだ中で、そういう条項を、その FA の中に入れとかないとダメなんだよね。このオプトアウトできるっていう条項を入れとかないと、 これ誰でもできないんだよね。これただのね、あの、任意引退になっちゃうからね。自分でしたらね、自動戦力会とかにね、えー、なっちゃうから、こういうのっていうのは、その権利を行使するためには、もし FA 権取ってない選手は誰もできない。FA 取った場合でも、このオプトアウトできるっていう条項を、その契約の中に盛り込んでおかないと、誰もできない。だから、まあ、あのー、中田翔本人がしっかりしてたのか、もしくは代理人もいて、そこをしっかりした、してたのかっていうところで、そういう条項をしっかり入れてたっていうのは、 この賢いね、FA の選択になるから、まあ、今後ね、あの、これを機に FA になった選手たちがね、そういうオプトアウトできるっていう条項をね、入れていくっていうところはね、マストに、ひょっとしたらなってくるのかなっていうところもあるしね、これは入れてることによって本人もできるからね、そういったところがね、今まで名前を挙げた選手、ね、減額制限以上提示されたから自由契約になりますっていう、 選手とは全く違う。あの、ジャイアンツとしては残れる状態でね、えー、年俸も全く変わらないっていう状況であったけども、出場機会を求めて、自ら選んで、えー、対談していくっていう、自由契約にしてもらうっていうところではね、えー、そこが大きな違いっていうところがね、まずこのね、えー、オプトアウトっていうところの説明になりますけども、まあ、こっからね、これは取りやすいね。今は3億円だけど、いわば、いくらでもいいからね、しかも人的保証もいらないし、保証金もいらないし、ってなったところで、まあ、大げさに言えば、 1>, 1億円でもいいからね、年俸はね。まあ、ここはあとはもう中田本人が、えー、納得するかしないかっていうだけのね、問題になってくることだけども、そう考えたら、FA する確率90%、95%。FA じゃなかったけど、選択肢は違ったけど、出ることは当たったね。これは当たってないですか。オプトアウトしますとか、想像できないからね。その契約が入ってるかどうかわかんないしね。で、その中で、まあ、やっぱり、俺は候補に上がってくるのは、ロッテ 日本ハムに変えるっていうのあんのかなどうなんだろうね。楽天っていうのも一つあると思うよね。ファーストいないしね。で、最近外国人選手全く当た,当たり引けてないからね。ファーストもしくは DH っていうところで楽天も考えられるし、セーブもね、もう山川が出ていくっていうことを考えれば、セーブっていうところも選択肢の一つにね、入ってくるよね。 まあ、オリックスはないと思うんだよね。もう、トングーファーストいるしね。そこら辺が、まあも、もう、日本ハムとか結構出っプりあるからね、その、選手として出して、で、そこで引退しても、その、また、裏方さん、スタッフとして再契約をするっていう選手たち、結局は出ても戻るっていうね。だから、ロッテにも、山本投手っていう投手がね、移籍してきたけども、結局辞めてから、今、日本ハムに帰ってね、 そういう、あれ、フロント業だったかななんかチームのね、あの、スタッフとして働いてるっていう例もあるし、結構その例多いからね、日本ハムは出ても結局帰るみたいなね。スローガーとかもね、FA でトートバンク行ったけども、また日本ハムに帰って、今ね、えー、ガオラか。で、解説してますし、中田もっかい日本ハム帰るっていうのもあるんじゃないファースト。まあね、中田がファーストって DH 入っても、マルティンスか DH とか。 外野に回ればいいしね。そういった意味では、もう一回で戻って日本ハムっていうところも十分考えられるよね。あとはやっぱり、撮影活動って言ってるロッテでしょ。ロッテね。これでお金のことを気にしなくても良くなったら、テーブルの上には多分乗れると思うんだよね。そこを声上げるかどうかだけども、まあ、ファーストもいないし、まあ、DH ポランコが入ればファーストな方でもね、いいわけだし、山口はね、外野に回ればいいっていうね、えー、ところを考えればね、 ロッテっていうね。で、しかも吉井さんとかね。カレゴマコトさんとか。まあ、そこのね、えー、人間関係がどこまでしっかり構築されてるのか俺はわかんないけども、ね、その日本ハムのコーチの人とかがね、たくさんいるっていうところでは、で、あとはね、あのー、前も言ってたように、子供の学校とかね、家庭の環境を変えないっていうところでは、ロッテ、西武っていうところはね、めちゃくちゃいいんちゃうかっていうね。いや、西武もあるよね。山川でだからお金浮くもんね。そこ大きいよね。だから、ロッ ロッテ、セーブが現実的に高いんちゃうあとは、デボドリ、日本ハム。パーセンテージいく全く当たんない。希望も込めて、ロッテ、1位。2位、セーブ。3位、日本ハム。4位、楽天。どうですかパリーグでしょうセリーグあるかなパリーグのような気がするな。プロ準備相手も、ロッテ、セーブ、日本ハム、楽天。 いや、楽天もあるなぁ。皆さんどう思いますかそのコメントだけ考えていえばね、関東圏っていうところでね、しかもまだ今の今ね、ニュースが出たばっかりだから、そこまでね、まだ取材もできてないっていうところもあるし、今後またね、おいおいいろんな情報がね、えー、出てくるっていうところはありますけどね、まあでもこの判断は、まあ、めちゃくちゃ良かったと思うね。だからまあお金じゃないと、ねもうお金、もう今までめちゃくちゃ稼いできたと、ね最後はやっぱり、ね、しっかりあのコメントにもあるようにね、 えー、後悔することなく、プロ野球人生を全うしたいと。そのためには、やっぱり試合出るとこ行きたいと。っていう中でね、お金じゃなく、出場機会を得て出ていけばね。だからの、中村のノリさんみたいにね、ちょっとオリックスじゃうまくいかなくてね、で自由契約になって、中日でね、あの、育成契約から行って、試合官になって活躍して、でもう一回増えしてなくていくみたいなね、えー、パターンもあるしね、そういったことを考えれば、ここでもう一花っていうところもね、えー、十分考えられるっていうことを考えるとね、 えー、お金じゃないと、えー、野球したいんやと、試合出たいんやっていう気持ちはね、痛いほど分かる野球人としてはっていうね、えー、ところの、えー、判断だったと思います。ということで、佐々木はロッテ、西武、日本もなくてこの順番で確率が高いんじゃないのかなと思いますけども、皆さんはどう思いますか今回の中田翔の判断は、あのー、 野球人としてはすごい分かる選択でしたし、えーね、6億円っていうね、えー、ところも大事かも分かんないですけども、やっぱり試合に出るっていうのがねやっぱり野球人としては一番ね、えー、嬉しいことだし、まあ、ここからね活躍すればあた年俸上がるっていうね自分自身の自信もあるだろうしねそういったところではまだねこの先のね契約事項っていうところをね見守っていきたいと思いますしこのね判断を尊重して頑張ってもらいたいと思います。